皆さんこんにちは。学び方改革、週一学習で詰め込まずに合格というタイトルで30分ほどお話をさせていただきます。担当はレクセニー講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さて今回ですね、30分ほどでこちらガイダンスをさせていただきたいと思いますけれども、皆さんやっぱり気になっているのはどうやって学習をしていくのかというこのやり方だと思うんですね。ですのでそこのところを今回中心にお話をしていきたいと思います。さあまずですね、レジュメこちらに映し出しております。お手元にある方はですね、こちらのレジュメお手元にご用意の上、お聞きください。お手元にないという方はですね、特にこちら映し出しますので手元になかったとしてもそんなに問題はないと思いますので、お手元にあるのであればご準備をお願いいたします。ないのであればこのまま画面を見てお聞きください。さあそれではですね、まず1番目ということで、宅建士試験を知るというタイトルになっております。でこれは何かと言いますとですね、まず本当に多くの方が誤解しているところ、ここからですねお話をしていきたいと思います。さあ皆さん、宅建試験の合格率は何パーセントぐらいでしょうか。そうですね、毎年 15%、 つまり上位 15% に入ると合格。残念ながら残りの 85% の方は不合格になってしまう、そういう試験なんです。でこの話だけを聞くと、本当に上位の 15% に入るためには何をすればいいのか、本当に難しいところ、他の人ができないような問題までできないと合格することができないのかということが、まず最初に疑問に思うと思います。ですので、まずこちらをご覧いただきたいんですね。で、私ちょっと一回消えますね。はい。こちら何のデータかと言いますとですね、レックの方で調べましたですね、2015年、16年、17年、18年、19年、受験者の正解率の問題です。つまりこちらに書いてあるものはもう 90% 受けた人の9割以上の人が正解できてるよっていう問題が50問中何問あるのか、 80% ぐらいの人が正解できてる問題が何問あるのか、ね、70%、60%、50%、40% 云々というふうにありますけれども、さあこちらでですね、真ん中で網がかかっております。これは何かと言いますと、例えば40% から 49.9%、 つまり半分ですね。 50% がここにありますので半分、つまり受験者の正解率が 50% 以上ということは、単純に考えまして半分の人ができる問題を全部取れたら何点になるでしょうかというお話なんです。ちなみに2015年は 4+10+8+6+6、 つまり34点取れるということになります。この年の合格点は31点、そして2016年は8問11問10問7問4問足すと40問、この年の合格点は35点、2017問2018問ご覧ください。そして最新の2019年ですね、はい、最新の2019年、7問13問10問6問5問足すと41点。そう、つまり2019年の問題、半分の人が正解できる問題を1問も落とさなければ41点取れるんです。そしてこの2019年の合格点は、そう、35点でしたよね。こちら見てください。少なくともこれ過去5年分のデータを用意してありますけれども、この前の2014も2013も同じでございます。つまり受験者の半分以上の人が正解できる問題を1問も落とさなければ毎年必ず合格者になれるというのがデータとして証明されているんです。さあ考えてみてください。半分の人ができる問題がそんなに難しい問題だと思いますか。そうなんですね、半分の人ができる問題であれば本当に基本問題ということになります。ということはこの基本問題をちゃんと取れる、そういう力をつけておけば必ず合格者になれる、こういう試験なんですね。ではそういう試験なはずなのに、なぜ、ね、みんな受からないっていうふうになってしまうのかというと、ほとんどの人がですね、こちら勉強の仕方を間違えてしまってるんです。どういうことかと言いますと、これ網がかかってる、ね、例えば2015年でいうとここの8問、ここの2問、ここの6問、そう、この16問は
落としても構わない問題なんです。落としても構わない、ここを16問落としたとしても34点取れるわけですから、この年の合格点が31点である以上合格者になれるわけですよね、ここをちゃんと取っておけば。なんですが、ほとんどの方はここの勉強に集中しすぎて逆にこちらを落としてしまってる、こういう方が非常に多いんですね。そうなってくると合格って難しくなってきます。で、実は一生懸命勉強してたんです、一生懸命1年間勉強したんです、だけども合格点にたどり着きませんでしたね。そういう方、どういう勉強してましたかって言ったら、やっぱり不安だからっていうことで、ここのところ、いや、やってはいけないっていうのは分かってるんですけどね、難しい問題は捨てなければいけない、分かってるんですけど、でもやっぱりもし出たらって思ってしまうんですよね。はい、もし出たらと思ってしまうんですよね。それでここの勉強に集中しすぎて、実はこちらで大量に点数を落としているというですね、こういう受験生がかなり多いんですね。ですので、まずもって押さえておいていただきたいこと、この宅建試験は基本問題の取りこぼしを避ける、これが一番大事な勉強の仕方なんだという事実をですね、しっかりここで押さえておいていただきたいんですね。で、やっぱりね、そういう問題ね、追ってしまう、ね、難しい問題を追ってしまう気持ちはわかります。なぜかというと、いや、万が一出たら、もしここが出たら、はい、もしここが出た場合には正解率はそんなに高くなりません。もうほとんどの人が間違える、そういう問題になるんです。ですが、やっぱり心のどっかで思ってしまうんですよね。いや、合格率 15%、 上位 15% しか受からないんですと。だったらこういうところまでやっとく必要があるんじゃないのかな。はい、こういう気持ちといかに決別できるのか、ね、難しい問題はいいです、でも優しい問題は絶対に取らなければいけないんです、こういう気持ちになれるかどうか、まずこのデータから見てみてください。データが証明していますからね。はい、もうこれが例えば、ね、口頭で言って基本問題だけで解けるんですって言っても本当かなっていう風になると思うんですけども、実際こうやってデータとして出ていると、まあ納得せざるを得ないと思いますよね。ですので、ここ2019年41点、2018年だと44点も取れるんです。はい、ここの 50% 以上、このみんながちゃんと取れる問題、ここをしっかりと取っていく、これがまず一番最初に宅建試験の勉強をする上では押さえておかないといけないものなんだということを、まずは認識持っておいてください。それでは次のところに進んでいきたいと思います。はい、今度はですね、学び方改革、合格のための超速学習というふうに書いてあります。合格するためには何が必要なのかということなんですね。さあ、ここに6個ほど鉄則を述べておきました。では1個ずつ見ていきましょう。1番、今年絶対に合格すると決意する、まずここから始めましょう。はい、宅建試験はきちんと勉強すれば1年間で必ず結果が出る、そういう試験なんです。ですが、ほとんどの人がやっぱりそれもできなくなってしまってる。それはなぜかというと、まずこの合格の鉄則1番、ここからつまずいてしまってる人が多いんです。来年でいいやっていうふうに言っていたら、本当にいつまでたっても本気になれません。今年取るんだっていうふうに思うから本気になれるんです。頑張らなきゃ、今年ね、もうあとはないんです、今年決めるんだ、こういう気持ちをまず最初に持てるかどうかっていうところが大事になってきます。ですが、実はそれだけではないんです。そうしないとスタートダッシュがね、難しい、もちろんこれもあるんですけれども、問題は直前期なんです。直前期になってるとですね、やっぱり、今年合格するって決めてはいたものの、となかなか模擬試験の点数も上がっていかない、なかなかちょっと前半終わらない、これはちょっと今年厳しいのかな、もうちょっと今年は様子見っていうことで来年本気出そうかな、こういう弱気な気持ちが芽生えてきてしまうんです。で、直前期が一番伸びる、直前期が一番伸びる、もちろんそうなんですけれども、なかなかその直前期にブレーキがかかってしまう人って多いんですね。はい、直前期にブレーキがかかってしまうと、一番伸びる時期にブレーキがかかったら伸びなくなりますよね。そうですが、
今年絶対に合格する、今年絶対に合格する、これ直前期だけ言っても難しいです。常日頃意識しておかないといけないんです。だから勉強のまず最初の段階で意識してほしいんです。そしてこの気持ちを持続させていってほしいんです。もう直前期にいや今年絶対でしょっていうふうに言ったとしても、常日頃思ってることじゃないとなかなか今年なんだっていうふうに思うのは難しいです。ですのでこれから勉強を始めようとする皆さん、はい、まず最初今年ね、絶対に合格するというふうに決意をしてください。そしてこの気持ちをずっと保っていてください。さあそして2番目です。なるべく早く学習を始めるというふうにあります。さあ宅建士合格には約300時間が必要と言われていますと書いてあります。まあこれ、世間でよく言われていることです。まあこれがね、真実かどうかっていうのはまあとりあえず置いといて、まあね、ほとんどの皆さんがまあ300時間って言ってるから、まあとりあえずここは従っておきましょうか。はい、じゃあ仮に300時間だといたしましょう。もし決意から試験から300日前に決意をしたら、そうです、試験の300日、あと300日頑張るぞだったらば、1日1時間でなんとかなるんです。ですが、もしこれが試験の100日前に決意をしたらどうなりますか？そうです。1日3時間必要になってくるんですね。つまり、始めるのが遅ければ遅いほど、1日の勉強時間を取っていかないと、その時間が確保できていかないということになるんです。もちろん先ほども言いました通り、この300時間というのは個人差があるので、それはもう絶対じゃあ300時間でなんとかなるんですかっていうと、まあやっぱりそうはイエスとは言い切れないところがあります。もちろん200時間でなんとかなるっていう方もいらっしゃれば、400時間かかってしまうって方もいらっしゃるでしょう。それは個人差というものがありますけれども、だから先ほどね、まあ仮に300時間というふうに言ったんですけども、ただ変わらない事実は何かというと、始めるのが早ければ早いほど、そう、1日の勉強時間が少なくて済みますし、始めるのが遅ければ遅いほど1日の勉強時間をそれなりに使っていかなければいけないということになるわけなんですね。で、ほとんどの方がその宅建の勉強だけをできる状態というわけではないと思うんです。日々の仕事がある、学校がある、そういう方もいらっしゃるでしょう。家事がある、育児がある、そういう方もいらっしゃるでしょう。その中で勉強時間を確保していかなければいけないんです。そうした時にはやっぱりなるべく早く学習を始めるというのは是非もので必要なのではないでしょうか。なのでいつからっていうわけではないんです。そう、当然のことながら、来週勉強を始める人よりも今から勉強し始めた人の方がその1週間分多く使えるわけですから、それも1日も早い方がいいですよね、ということになっていきます。それから3つ目、暗記と理解のバランスを保って学習する。これは本当に忘れないでいただきたいんです。理解と暗記、どっちが大事なんですかっていう話なんですけれども、答えはどちらも大事です。で、これはですね、下のところにありますけれども、はい、3番についてですね。はい、学習の初期段階から気をつけておいてほしいところですというふうにあります。こちらですね。はい、3について、学習の初期段階から気をつけておいてほしいところです。意味もわからずに暗記に頼っていたら応用力はつきません。つまりもう暗記すればいいんでしょっていうだけになってしまうと、ちょっと表現が変えられただけで、ちょっと聞き方を変えられただけで、いきなり解けなくなってくるんです。ということは、そう、聞かれたものに対してしか答えられない。同じ論点なんですけれども、それが同じ論点だと気づかないってことになってしまうんです。なので、これ、暗記に頼っていてはなかなか難しいということになるんです。じゃあ理解はっていうと、理解は大事なんですけども、じゃあ理解しただけで自力で問題解けるんですかって言ったら、そうもいかないです。それは何でですかって言ったら、自分の中で、あ、なるほどねっていうふうに思ったところで、それをどうやって聞いてくるのかっていうところ、そして当然のことながら暗記っていうものがあっての理解なんです。理解ってものがあっての暗記なんですね。で、これって車の両輪のようなものなんです。両方回ってるから前に進む。このように暗記と理解両方の学習ができているから成績って上昇するんです。
で、これは本当に気をつけておいていただきたいことなんです。これ、まあ、私事になるんですけれどもね、私自身がですね、大学入試をしていた時のお話です。で、やっぱり、まあね、そういう予備校みたいなところっていうものは、やっぱりここの理解っていうところにね、講義の中心っていうのはあるわけじゃないですか。なので、やっぱりいろんなところからね、丸暗記はダメだ、丸暗記はダメだっていうふうに言われていたんですね。それをどん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 脳内変換していって、暗記はダメ。そして挙句の果てには、暗記してる勉強を軽視してるんですよ。そう、あの人暗記の勉強なんかやってるよと。こっちは理解の勉強してるから物が違うよ。はい、どうなったのか。成績は上がりません。当然ですよね。覚えてるものを、覚えなければいけないものを覚えてないんですから。ですが、そう、だからまあ、半分我々の責任もあるっちゃあるのかもしれないんですけれども、やっぱり我々ってそういう意味では理解が大事、理解が大事っていうふうに言うんです。ただ、暗記はいらないとは一言も言ってないんです。これを脳内変換してしまう方って本当に多いんですね。ですので、ここはもう本当に意識しておいてください。ですので私はあの生講義でもこういうウェブや、ね、DVD の収録の講義であっても必ず皆さんに語りかけていきます。このバランスは保ってますかと、はい、このバランスが保てなくなって暗記に偏ってしまう、ね、よくわかんないけどとりあえず覚えればいいや、ダメなんです、はい、ね、理解に偏ってしまう。いや、暗記はいいですよ、ちゃんとねシステムを理解していくことが大事なんですよ。ダメなんです。そう、両輪なんです。どちらも必ずできるようにしておいていただきたいということなんですね。これは本当に学習初期段階から気をつけておいてください。さあ、そして4番目です。基礎をしっかりと身につける。これは前のページでも強調しましたよね。そう、基礎を固めることによって合格できる試験だということになるわけなんです。そして5番目、範囲を広げすぎず取捨選択をするっていうことなんです。これ民法だけでも1000条以上あります。全てを完璧にではもう1年では絶対に間に合いません。宅建試験は本当に範囲が広いです。ただ広く浅くなんです。広く浅くが試験の趣旨なのにもかかわらず、どっかを深くやってしまったらその深めた分の勉強は他の分野の勉強時間を削っていることにもなるわけですよね。なので、例えば、まあ、大体この権利関係あたりから勉強し始める人が多いので、その権利関係、大体民法が中心になってきます。で、民法の勉強、あれもこれも大事なんだなっていう風になってくると、いや、これはこのテキストだけでは足りないのではないか、もうちょっと民法深く勉強していこうみたいな感じでやろうとする方結構多いんですけれども、それをやってしまうと絶対1年は無理です。はい。でも皆さん、そうですよね。1番で言いましたよね。そう、今年絶対に合格すると決意してるわけですよ。だったらば今年絶対に合格する、そういう勉強の仕方をしないといけません。はい。ですので、ここはいる、ここはいらない、この取捨選択っていうのが大事になってきます。そして6番目です。継続は力なり大作戦と書いてありますけれども、実はやる気になるのは簡単です。よし頑張るぞやろうっていうふうに思えるのは簡単なんです。ただ、まあ、これもいつでもできるってわけではないんですけれどもね、だいたい多いのが1月と4月と6月と9月が多いんですよ。だいたい1月、4月、6月、9月が多いんですよね。ですので、まあだいたいですね、これから頑張ろうっていう風になってね、4月に思う人が多い。だったらちょっとその前の3月から始めとくってだけでもやっぱり違うわけですよ。なるべく早くですからね。はい。人よりも1週間でも2週間でも早いとそれだけ有利になりますからね。だからまずはやる気になる、まあそれも時期はありますけども、でもこうやって今ガイダンスを聞いてくださってるわけじゃないですか。そう、このガイダンスを聞いたりするのってやる気を上げるのにはですね結構役に立ってくるんですよ。ですがそのために努力を継続させるっていうのは本当に難しいんですね。で、多くの人がですね、先ほども言いました通り、もう宅建の勉強だけをしてるわけではないんです。日々の生活ね、仕事とかですね、勉強とか家事とか育児とかそういったものを抱えながらやっていく中で時間確保し続けていくっていうのが本当に大変なんです。ですのでここの部分をですね、まあ、どうやってこのモチベーションを継続させていくのか、努力を継続させられるのか、これがもう我々の、まあ、腕の見せ所ということになるわけなんですね。ですので、まあ、この継続は力なりっていうのが本当に大変です。本当にもう一度言いますけども、やる気になるのは結構簡単なんです。やろう頑張ろうっての。
でもそのためにじゃあ勉強をずっと続けていく、これはなかなか難しいです。ですので継続は力なりっていうこの言葉をですねしっかりとね、胸に秘めて頑張っていただくということが大事になっていきます。よろしいでしょうか。はい、まあですね、下のところにもあります通り、まあ、1番と2番ね、今年絶対に合格すると決意する、なるべく早く勉強を始める、まあ、これは皆さんにお任せするとして、もう我々の講義って3から6を常に心がけてます。だから皆さんがこちらにある3番から6番これをどれだけ守れていけるのかっていうのが勝負になるわけですから、我々の講義も3番から6番を常に意識しながら皆さんのナビゲートをしていくつもりです。では次のところ見ていきたいと思います。さあ3番です。宅建試験の勉強法、過去問を徹底的に頑張っていきましょうということなんです。はい、まあよく聞いたことあるかもしれません。宅建試験では過去問が重要だ、まあ、こういう話はよく聞くと思います。ですけれどもこれも結構誤解している方が多いんですね。多くの方は過去問なんて二度と出ない問題なんでしょっていうふうに誤解している方も多いと思います。そこでですねこちらの問題ご覧ください。はい、2019年最新の問題ですね。問いの22番の選択肢の4番、公私が所有する市街化調整区域内の1万2000平方メートルの土地を宅建業者 H が購入した場合、 H は事後届で行わなければならないという問題ですけれども、まあこれまあ丸罰はともかくとしまして、はい、次にこちらをご覧ください。2008年の問い17の選択肢2です。公私が所有する市街化調整区域の1万2000平方メートルの土地について宅建業者 C が購入する契約を締結した場合、 C はその契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届けで行わなければならない。ん？同じですね。はい、でしかもなんか公私まで一緒ですし、市街化調整区域まで一緒ですし、挙句の果てに1万2000まで一緒ですよね。ということは少なくとも多分この問題を元にしてこれ作りましたね。間違いなくそうでしょうね。まあ同じ文章だとなんだからちょっとここら辺をね、詰めて考えようかなっていうふうにしたんじゃないですかね。はい、まあこれは結構極端な例ではあります。こう、まあ、ここまで如実かっていうとそうでもない問題も結構ありますが、ですが過去問は繰り返して出題されます。そして過去問の焼き直しの問題っていうのが、まあ、こういう焼き直しの問題が多ければ合格点は高いです。過去問の焼き直しの問題が少ない、まあ、つまり今まであれこんな論点今まで出たことないぞっていう論点が出た場合には合格点が下がっていく、こういうことなんですね。なので例えば最初のページで見ました、はい、こちらなんですけども、例えば2015年って 50% 以上の問題が34問しかなかった、だから合格点も結構低いんですよね。でそれは何かって言ったらやっぱりここのところで、今まで過去問で見たことがないっていうそういう論点とかですね、そんなものが結構出てきたっていうところなんですよ。はい、ですので過去問と同じ論点のものっていうのがここら辺の中心になります。なので過去問と同じ論点、さあ同じ論点ですということは、これは全く同じ言い回しですよね。言い回しまで一緒だったわけですよね。ただ言い回しは違うんだけど聞いてる内容は同じだっていう問題、そう見せかけは違いますけれども実は聞いてる内容は一緒っていうのは結構あります。ただ先ほども言いました通り暗記と理解の暗記しかやってない人は先ほども言いました通り応用力がないって言いましたよね。そう応用力がないってことは要するにこの焼き直しが焼き直しと気づかないってことなんです。あれこれ過去問のあの論点と一緒じゃんって気づかないんです。これが暗記だけの勉強でやってる人たちの一番の弱点ってことになっちゃうんですね。はい、ですのでこの過去問のね、しっかりした理解、これを大事にしていく必要があります。では過去問だけで受かるんですかっていう話です。さあそういうわけではないんですっていうお話です。こちらも最新の2019年の問題です。問42の選択肢の1番です、建物の敷地に行せられる土地は都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路公園河川等の公共施設のように行せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされるというふうにあります。さあこの問題なんですけども、この問題過去20年、1回も出題されたことがありません。はい、30年でも1回もないかな、40年に広げるとあるのかな、ちょっと詳しくは見てないですけど、まあそのぐらいの勢いだと思います。はい、少なくとも過去20年は1回も出題されたことがありません。しかしながらこの問題の正解率 87.1% です。そうほとんどの人が正解している問題、そして先ほど言いましたよね、
正解率 50% 以上の問題を1問も落とさなければ合格者ということは、この問題は落としてはいけない問題ということになるんです。え、過去20年で1回も出てないんですよね。そうなんですよ。はい。じゃあなんで過去20年で1回も出てないのに皆さん正解できるんでしょうか。理由は簡単です。ほとんど全ての宅建の基本書にこの内容が掲載されてるからなんです。そう、これが掲載されていない本なんほとんどないと思ってください。で、今回宅建士合格の取説基本テキストっていうのがあるんですけども、まあ、こちらの本ですね、ちょっと表紙の絵だけを持ってきましたけども、こちらの本、にも載っております。まあ、そこから持ってきたんですけども、なんかね、あのラ宅地としてってなんかなんでこんなになってんですかっていうと、これ実物持ってきました。こっちの方が分かりやすいでしょう。はい、ここを切り取っただけです。はい、さあご覧ください。そう、宅地として扱うんですけども、用途地域内の土地であっても現在公園、広場、道路、水路、河川であるものは除きます。つまり、これは宅地じゃないですよと、宅地として扱いませんよっていう、そういうこの知識がこのテキストにも載ってますし、まあ、他のテキストにも普通は載っておりますということなんです。ですので過去問だけで勉強しようとすると、こういうものっていうのは、そう、過去にね、例えば十何年かの問題を、ね、全部やっとけばいいでしょうっていうと、そうでもないですよっていうことなんです。はい、それではちゃんと基本テキストみたいなところには載ってるものなので、ここはしっかりと押さえておいていただきたいということなんです。じゃあ過去問でカバーできないものもう一つありますっていうのが次のところです。はい、法改正というものですね。さあ、特に、まあ、皆さん聞きを読んでる方も多いと思います。2020年4月1日改正民法が施行される、ね、でこれで、はい、やばい改正民法なんだっていうふうに、ね、どうしようどうしようっていうふうに思ってる方も多いと思います。はい、まあ、特にです、まあ、ここが全てじゃないですけども、特に、今までと変わるぞっていうところはここいら辺なんですけれども、はい、これですね、改正民法大事、改正民法大事、はい、かわいそうだなって思うんですけれども、改正は民法だけではありません。はい、宅建業法にも改正点あります。法令上の制限にも改正点はあります。はい、あの民法改正ばっかりがもう前面に出まくってるので、じゃあ民法以外は改正ないんでしょっていうふうに思ってる方結構多いんですけども、法律は毎年変わっていきます。はい、まあ、ここまで大きく変わるのが珍しかったので、ここまでバーンというふうに、ね、大々的にされてますけれども、もちろんこれだけではないです。業法制限、こういったところにも法改正はあります。で、法改正の何が一番怖いのかっていうと、過去問がないってことなんです。そう、ここ過去問がないで、プラス宅建試験は法改正が大好きです。はい、法改正を出したがる試験なんです。なので今年改正されました、去年改正されました、一昨年改正されましたぐらいの、ここ 2,3 年ぐらいの改正っていうのはもう好き好んで出したがる傾向があります。で、好き好んで出したがる傾向があるプラス過去問がないということは、ちゃんとしたテキストを使って勉強していかなければいけないということでもあるわけなんですね。なので、じゃあ過去問だけでいいですかっていうと、そうもいかないですよねっていう、そういうお話になっていくんです。さあ、それでは今年合格するためにどうしましょうっていう話ですね。以上の話を総括すると、今年の宅建試験に合格するためには、暗記と理解のバランスに気をつけながら、基礎をきちんと身につけよう、そしてなおかつ過去問を踏まえながら範囲を絞り込んでる教材や講義を利用することっていうのが大事になりますよね。さらに、せっかく決意した意欲、これを持続させる仕組みがあれば、さらに盤石なものとなるでしょうということで、さあ、ね、最後の最後は宣伝でございますけれども、はい、レックでは週一貫性フルコースという講座をご用意しておりますと。上記の特徴をしっかり満たす、はい、宅建士合格の取説、まあ、こちらのテキストですね、先ほども、まあ、ね、実物としてこんな感じでお見せしましたけども、こういうテキストを使用していきます。これは本当に合格必要最小限のものに絞りに絞ったテキストということになっております。合格に必要なものを絞りに絞った、だからこそ、そう、必要ないものを載せてない、だから範囲を広げすぎることがなくできるわけですね。そしてここに載ってるのは基本的な内容です。だから基礎をしっかりと身につけることができるんですね。そしてテキスト読むだけだったら、じゃあそれを丸暗記しようってことになる、それは大変だ、システムを理解しなければいけないということで、暗記と理解のバランスを保てるということなんですね。まあ、ここに、講義とこのテキストをミックスさせることによって、暗記と理解のバランスを保っていきましょう、まあ、こういうコースをご用意しております。
ですので、まあ、ぜひですね、こちら、ね、これから始めてみようという方がいらっしゃいましたらですね、こちら、レックの週1完成フルコース、こちらの方も検討の方よろしくお願いいたしますというですね、まあ、最後は宣伝でございますけどもね。はい。まあ、以上ですね、30分ほどではありましたけれども、ガイダンスの方以上で終了させていただきたいと思います。最後まで、お聞きくださってありがとうございました。